イケラドドジョンです。今回は日本最強の15人集めたら世界一それ説デイ5やっていきたいと思います。3月シーズンの5日目になります。41点なんですけど、爪の腰が1本あったので実質前回は13本という形ですね。結構ね、珍しい方が爪の腰しててびっくりしたんですけど、はい、というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。森尾さん、ルートライダーバルキリーですね。ここはスケルトンを置いてからの一気の展開をしていきます。すべて出し切ってからの、まあ、トームも結構早めに打つことになりそうかな。どうだろう、レイジ打ってからポイズンタワーを吸い付けて、まだ打たない、まだ打たない。ここで入れていきます。ヒーリングトームなのである程度 HP が落ちてからってところですかね。ロイちゃんもう能力解放されちゃっている。内側入っちゃったのかな。でクイーンのところしっかり気づいてますね。クイーン打たれてたところをフリーズからのストライカーでここを処理する。この編成でストライカー持ってきてるのが偉いっすね。あんまり持ってきてる人見かけないので、あると便利なんでね。ストライカー6枠なんでね、結構どの編成であっても積み得かなみたいなところある。ドラゴン編成とかでも1体ぐらいあるといいことあったりするんじゃねって結構思ったりするんだけど。さあ、ヒールの呪文今回持ってきてるので、流れてしまった12時側に咲きつつ、ロイヤルチャンピオン能力使っちゃったんだけど、ここは延命していきましたね。まあフォックスがついてるっていうことで、まあロイちゃんの方でこの対地クロスを折ったりすると、まあ最終的にキングクイーンの方にもね、負担が減るっていうところで、超団体砲まで落としきれるといいんですけど、しっかり落としきれつつ、クイーンの方はタウンホール触れて、キングの方はフィスト使ってトルネードですね。あとは残ったユニットで回収していくという形になります。うん、フローズンアロー強いね。やっぱこういうところターンホール打ってるんだけど、まあクロークなしで突破できちゃうっていうところがやっぱ火力を抑えられるところ。まあヒーラーとかね、クイヒーやってる時にヒーラーが打たれてもフローズンアローついてると全然ダメージ受けないみたいなのもかなり美味しいよね。ただナイス旋回、編成変えてますね。さあデスさん、リターン型のライトニング2発の、これは花火で、あれですね。ヒーラー2体でとりあえず、対空砲までどっちかカットいきつつ、安井はクランジョンのところおるんじゃないかな。なるほど。6時クイーン来ました。イーグルまで行くのかな、じゃあ。あ、安井そんなところにあったのか。あ、じゃあ違うな、これ。9時だな、多分。うん。6時、9時クイヒーして、多分8時、7時からドラゴン来るのかな、そしたら。あー。ちょっとだるいかも。あ、でもトルネ回収できたら突撃感かかんないからね。いや、でもちょっとだるいんだよな、これ。うん。インビジブルで延命して、これによってクイーンの初動のね、動きが減って、だるくなっちゃったと。対空まで切ったら回収かな。うん、ナイス回収からのやっぱり9時ですね。で8時7時の方を突っ込んでいって花火なんですけど、まあインビジブルターがあるっていうところと、今ねインビジブル1枚使わされちゃったんでね、その辺しっかり管理していきたいですね。クイーンのコントロールちょっとずれちゃったところを見て、もうクイヒーパートスタートして、あ、じゃあドラゴンパートスタートしていきます。ここはレイジージェム型、まあ、ドラゴン系に呪文をね、ドラゴンに対して呪文使えないんで、そこをねレイジージェムで持っていくっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。火力が上がるのはいいよね、呪文ないのに。さあインビジブルタワーと自分で持ってきたインビジブルですごいカオスなことになってますね。さあ2発目のインビジブル、そして最後のインビジブルを使ってタウンホール目指したいんですけど、その前に折れたのでこれ使わなくて良さそうですね。うん、いや、めちゃくちゃ綺麗に中心貫通してるのと、キングの方もね、これフィスト使って合流して火力を抑えてくれてますね。ヒーラー2体しかいないんで、もともと。あ、モノリスまでいけちゃう、それ。偉いなぁ。てか、ドラゴン伸びすぎでしょ、これ。レイジジェムのドラゴン強いねー。めちゃくちゃ強いね、これ。タウンホールから入る形だと結構ヒーリングトームが必要になるんだけど、タウンホールの方を兵器でケアできるってなると、こうして余裕の展開ですね。いや、めっちゃ伸びるな、レイジジェム。まあ、一発一発の火力が上がると、まあ、シンプルにドラゴンとかね、ドラゴンライダーの能力値がめっちゃ上がった状況で使えるっていうようなイメージだもんね。
まあ、ロイヤルチャンピオンクイーンも能力残して余裕の全開プランも刺さってたかなと思います。さあ自分のアタックですね。はいはいはい、これもカオスだった記憶があるんですけど、まあ、いつもの編成でそのまま攻めたって感じですね。残ってた配置も少なかったので、レジェンドリーグの編成はね、僕はこれでやってるんですけども、そのまま攻めた感じです。まあ、フローズンアローがあるので、この辺もね、HP ギリギリまで引きつけて大丈夫という判断です。すごいね、そんなにね、見てなかったんだけどね、これボムターンのところ、ウォールブレーカーつくと思ってたらね、ここ1マス空いてたんですよね。見落としてましたね。やられましたよ、きっちり。壁が空いておりました。ウォールブレーカーがとことこ走っていきます。タウンホール起動とかしたらクソだるかったんだけど、まあ、どっちにしろ逆走してるんで、これ変わんないんですけどね。うん、赤バック見えて、ああ、なるほど、なるほどとか思いつつ。これはどこ打つんでしょうね。モノリスとかに打ったのかな、まあ、フリーズの強化版みたいな使い方ですね。同化弊社からキング、ウルートライダー。まあ、キングをウォーデンのライフオーラ内に入れつつ、ウルートライダー一緒に進んでもらうっていうのが結構強いかなと思ってます。はい。本来ならモノレスからね、打たれるようなあれなんですけど、クイヒーの方を守っていくために打ってあげて、で、ここ中心部が結構ね、まあ内側、まあどの配置も大体そうなんですけど、キングが内側にいたこと、いた方が都合がいいことも多いので、ここでトームかけつつ、入れていきます。で、ヒーラーの方がね、赤枠ヒットどんどんされていって溶けてしまう、まあモノレスとかが逆に見えてないせいで打つことができずに、まあクロック合わせればこうしてモノレス漏れましたね。まあ、外周は東海弊社とペッカたち、まあ、東海弊社から出たペッカなんですけど、が動いてくれるので、まあ、外周部にキング使う必要がないと。まあ、この編成、大体なんかキングを一区画どっか、ここで言うとまあこの辺入れるとか、そういう使い方していくことが一般的だったり、そっちの方が強かったりもするんだけど、ウルトライダーと一緒に内側走らせるのも結構強いので、僕はね、このやり方をかなりやってますね。うん。ジャイアントガントレットを中心部で使えるっていうことのメリットが僕はかなり大きいかなと思ってて、まあそうするとね、ルートライダーの方が生きるんですよね、キングに守ってもらえることで。そうすると終盤までロイちゃんの盾が剥がれづらく、まあ、なんだかんだ伸びやすいみたいな理論ですね。その結果、なんかプラン自体はなんか、まあ、割とオーソドックスな感じだったんだけど、まあ、ロイちゃんの能力を温存して最後まで残ってったって感じで、キングも行ってきてるね。ヒロヤさん61天才のラバル、モノリスとマルチ IT レイジターのところってタウン裏削ってきましたね。まあこのやり方するならタウンホール突っ込むのかな。まあ、人それぞれね、自分のやり方みたいなの持ってるように、ヒロヤさん結構タウンホールスーサイドが多いかな。クイヒー系でもね、僕とかはね、タウンクイヒーをかなり多用してるんですけど、まあそれと同じようにヒロヤさんもタウンスーサイドをかなり多用してるというところで、まあ自分の形としてね、全開になるパターンっていうのをある程度理解していくと、まあ安定して再現性の高い全開をたくさん取れるのかなと思います。さあこれめっちゃ強いよ、多分。うん。これそうだよね。投石が勝手に折れるシステムできたよね、今ね。タウンホールビタ付けの配置、こうやってジャイアントガントレットでまとめて折れるのがめちゃくちゃ強いですね。クロスボウとかね、投石機とかそういうのね、タウンホールの隣に置いてる配置あるんですけど、こういうのキングぶっ込むと狙い目ですね。さあ、ロイヤルチャンピオン9時から展開しつつ、まあ援軍処理はもうキングがやってくれた。ありがたい。で、ドリルも一緒に入れてますね、9時の方。で、クイーンはクローク打って相手のクイーンを処理しつつ、ラバルパートは10時からスタート。12時のバルーンも完璧ですね。ラバーハンドがしっかりターゲット取ってくれるタイミング、ドリル、ロイちゃんも合流していって、クイーンなんかぶち抜いてるわ。対空砲まで追っていく。フリーズかけて一気のトームがそろそろ来そう。レイジトーム強い。ロイちゃんには入らなかったんだけど、フォックスがね隠れるのでね、フォックスが隠してくれるのでそんなに影響はないといったところ、トームかかったラバーハンドを見て3時からバルーンも合わせていきます。ここまで余裕だとワンチャンなんか対空砲にバルーン出さないでラバハウンド割れるまで待つみたいなね、そういう調整とかも、ね、生まれてくるぐらいの余裕ですね。ナイス展開。さあここは色やチェック18-14ということで、また1レベル上がっ、ん?前回17-14の話したんだっけ。じゃあ18-14上がってるね、前回から。地味にこうしてなんだろう、
スキルとかね、ギアのこれ見れるようになったの面白いね。みんなのレベルが、僕のジャイアントガントレットがサボっててまだ十何レベルなのね16レベルだったかな。バレちゃったね。ガントレットってまあある程度レベルあればそれだけで強いんで、まあ本当はねちょっとステータスとかも上がるんで上げた方がいいんですけど、あと10レベル以上上げるってなるとちょっとね、それよりも新規のロイちゃんのスキルに費やした。アズマくんライドラッシュなんですけど、うん、エアスイッパーが両サイド吹いてる、反対サイドに2本とも吹いてるっていう配置なので、ライドラーやりたい配置になってきたという形ですね。なんかいろんなとこで言ってる気がするんだけど、こういうエアスイ両方同サイド固めて反対サイドからライドラーやりやすい配置っていうのは結構増えてる感覚あるんだよね。密集陣でこれなので、まあライドラが環境的にもやりやすいっていうところなんじゃないかなと思います。これね、どうしてもやっぱチェインが入るっていうこと自体でライドラが刺さりやすい環境ができちゃってると、まあ、防衛援軍めんどくさい援軍とかがねこうして出てくるとちょっと手は取られてはいるんですけど、まあフリーズ使って最後の呪文ですね、タウンホールまで破壊したいところ、しっかりこれはんうん、なんとか。これヒーロー使ってないよね。え、これいけちゃうんじゃねえ、3ヒーローなし前回来た、もしかしてこれえぐいこと起きそう。ワンちゃん狙ってますね。これは3ヒーロー何も使わずに全開が取れちゃう、まあ、それだけこれが刺さりやすい配置が出てきてしまっていると。さあここはもう一回チェインが入ってシングル IT をこれ折れるかどうかのゲームなんですけど、シューターが寄ってきましたね。なんと3ヒーロー使わずの全開すごすぎる。シューターの中身は何でしょうね。さあバルーンが出てきたので、これ本当に残りましたね、3ヒーロー、すごっいやー、カズマくんもねこれ確実に狙いに行きましたね、まあ、配置的にもぶっ刺さるっていうところだったので、いやーすげえ、ガチか。さあやったくん、クイヒールートライダー、今のとか見ちゃうとね、ルートライダーが流行ってるとはいえ、ライドラ強えってなるし、環境的なものもあるんだけど、今の配置が出てる。すごいな。まあ今までのクラクラで最高帯、タウンホール帯でこんなこと絶対取れなかったですからね。タウンホール15で3ヒーロー残しとか絶対無理でしょう。さあそしてウィズ通ってからババーチャ使って迫撃砲のターゲットを取ってる間にシューターも刺してます。アーチャー細かいですね。援軍釣り出して処理をしていく。ちょっと時間かかるのがね個人的に嫌だなぁと思いながら攻めてるんじゃないかな。うん、シューター強いですね。普通のゴブリンも使って補助していきつつ、これ迫撃のタゲ、そうだね、アーチャーで一回拾って次取れるユニットがウィザードしかいないので、スニゴブまでゴブリンしっかり姿現れたけど、ここはターゲット取れず惜しい。タンホールの方に綺麗に誘導ができましたね。ホーミングチェックのバルーン入れて、まあ、ここまで1分半ぐらいタウンクイヒ使っちゃってるっていうところが、まあ、多分余裕の展開は作れるんだけど、攻めてる時だったらちょっと時間使いすぎて嫌だなと思いながら攻めてる感じだと思います。さあラバルじゃないわ、ルートライダーが発進していきます。まあ、角度変えてしっかり手持ちのルートライダーをね、外周部の施設のカットにも使っていくっていう、ルートライダーだけじゃなくてね、ホグとかバルーンとかと同じような使い方をやっていってますね。ヒーリングトーム入れて入りを作りつつ、キングもここでルートライダーと合流してくれて、クイーンの方もかなり余裕を持っていますね。モノリスのターゲットも拾ってくれている。さあ中身はイエティが出てきて、キングの方はここでちっちゃくなっていきました。さあウォールブレーカーいいですね。最終区画までクイヒーのために道を作って、あとはもう呪文をあまり余ってるのでふんだんに使ってあげてって感じですね。ウィズトのターゲットを取りつつバルーン刺して、全部の延命フリーズインビジブルも余っている。ナイス展開。さあホグブーメラン、ナイスホグブーメラン18にしてる。
ブーメランも強いからな、難しいな。さあ、クラウス、クイヒールートライダー。ん？下か。さあ、6時の壁を開けていくことで、オデンズを撃てるようにしつつ、12時にシューター出ましたね。両サイドかなり広い視野でね、この感染端末ですら、この上と下と映ってないからね、同時に。まあ上の方はほぼ放置でいいからね、テスラスペースがないので、上の方に。ホグをまあ出すか出さないかぐらいかな。まあそもそもホグがないんだけど、代わりにここバルーン出しましたね。うん。テスラスペースがある方は出ました。まあ多分編成は固定でやってて、ホグがないから代わりにバルーンでやるかってことでやったんじゃないかなと思います。まあ対戦とかだったらホグとかでいいシーンかもしれないですね。ホグとバーバリアンでいいシーンですね。タウンホールのところに綺麗にクイヒ誘導できて、ここはフローズンアローの効果がついてることによってヒーラー全然削れないですね。ホーミングチェックとそれだけで済ましてフリーズを打たない、今までの常識から考えるとありえないっすよね。タウンホールからヒーラーが打たれてんのにフリーズを打たないで無視していく、これがフローズンアローの能力ですね。でクイヒーのところもシングル IT モノリスト、かなり火力の高いところなんですけど、そっちにフリーズを回していく。タウンホールに打たなかったことでね、フリーズ1枚分こっちに回すことができてますね。ただ12時シューターの方はリクスケ祭りで、もうこれはめっちゃ捕まっちゃってます。ただ穴開け使ってキング、クイーンの方もねルートを作りつつ、キングもここでルートライダーと合流して、ロイちゃんとキングがねルートライダーの防衛ユニットとして働いていきます。でフォックスがいるので、もうこの状況はもう勝ち確な状況ですね。クイーンもキングも能力残って、まあ、モノリスターゲットしてくれてるユニットがいないので、そのルートライダーをインビジブルで隠していって守っていきました。ナイス全開。うん、ホグ12。やっぱねクヒルートライダーの時はねホグの方がいいと思うんだよな、ヘイストよりも。ナイス全開バーサス。さあコマくん、クイヒールートライダー。さあ30上の迫撃をカットしつつ、シューターのためって感じかな。そうなると、うん、シューターバックアドプランですねこれも。さあウォールブレーカー投げてったんですけど、ちょっとタウンホール前のところ狙ったところはつかず、シューターの燃焼ダメージでアーチャー消せそう。うん。うん。ホーミングチェックからバンルン出して、12時の角からクイヒーを入れるプランに切り替えましたね。ってなると、出口の方は穴開けしちゃってもいいかもしんないな、これは。ここのクランはかなりアーチャーが多めのアイゴレ編成で、ちゃんとケアしてますね。いろんなドラゴン系も。まあアイゴレの方にポイズン打ちたいということで、一旦ここはセーブしつつ、ホーミングチェックのバルーンはもう投げ切ってるのでここは出せない感じですね。こういう時ホグとかあると年軍釣り出せるんだけど。さあウォールブレーカー投げていきますが、これはまあクイーンのあれは作れないので、うん、もう一回投げていきますが、だからあの時事前に投げるタイミング、右側と同じような感じで作れたかもしれなかったです。まあ、ここはもう頑張ってクイーンには壁をぶち破ってもらいつつって感じですね。イーグルがまでシューターで折れたのでルートライダー発進。ここはモノリスのターゲットを取るスケルトンを置きつつ、6、うん、いいインビジブルしっかり見えてましたね。でキングの方を外周流して進めていきます。あー、化爆ヒット、ヒーラーの方は全部消えていく、まあ、ホーミングチェックバルーンね剥がされちゃったんで仕方ないかなというところ。もうこれは残ってる区画もねイーグル砲もないので、いい、ここはレイジトームになりました。うん、トライカーはどっか行っちゃったのかなこれ。あー下に、そっかキングがいたのか。クイーンの方までちょっと伸びてだいぶ削ってくれましたね。さああとフリーズがもう1枚だけあるんですけど、ロイヤルチャンピオンが1人で別動体として動いてくれて、6時の方もルートライダーがレイジジェム型しっかり活躍中。うん、
まあ、ルートライダー自身の攻撃力は低いからレイジジェム乗っけることでちょっとねその辺の火力も補強していって、ロイちゃんがねつかなかったとしても全然ルートライダーだけで防衛施設壊しきってくれましたね。ナイス展開。これのねタンホールしかなさそうに見えてもタンクイヒが成り立ちますね。さあ星3 6 1天才、久しぶりにシューター型ということで、最近は時間も意識してね突撃艦を使う形が多かったんですけど、おお、バックアドすぎる。6角全部飛んだ。ジャイアントガントレット分ぐらい飛びました。でもタウンホール勝手に折れるしめっちゃいいね。爆撃砲とかなんかアーチャー潜らせておくとよかったかもしんない。無事にここから迫撃つ、じゃあね、アーチャー使いつつ、うん、アーチャー来たね。ジャイアントからのキングボールブレーカーを使っていきます。さあそこからクイーンも使ってアイゴレ発進、ウォールブレーカーを入れていく。しっかりターゲット管理してますね。マルチアーチャーとは3本さすがにかかるとクイーンもねダメージ痛いんでね、まあ、ユニコーンがついてることでユニコーンもターゲットブラしてくれるか。キングの方がもうほぼほぼ天才と同じところ、もう言った通りですね、ジャイアントガントレット分の削りをしてくれています。ジャイアントガントレット2丁、あとはもう残ったところをラバルするだけなんですけど、クイーンクローク打ってラバルパート下からスタート、テスラが出てきた。配置的にもなんかいろいろ穴がある配置ですから、しっかり弱点もねついていきたいというところ。3ヒーローが残っちゃってるんでね、これ代わりにこの処理を行っていきます。スケルトン置いてストライカーとかのね変名もしていきたいところなんですけど、ロイちゃんとクイーンとねしっかり別々で処理をユニット出して、ロイちゃんにはロイちゃんぶつけつつ、クイーンにはストライカーが刺さる形。またフリーズダブルで打って終了ですね。バルーンもなんかドカーンとドヤバルーンをかましていって終了。ロイヤルチャンピオン能力解放、こちらも両方新しいもので17 17。おっさんがやっぱねヒーローギアのレベルはいろんなものが高いですね。お17で止めてあるやつとかギリギリ上げてないやつとかもあるね。なんか鉱石の比率的にもあんま変わらないんだろうね。あこんだけ割いてこれしか上がらんのかみたいな。さあ、リュータ君、61天才のラバル。モノリスト、ポイズンタワー、エアスイーパーを追っていきます。からのスニゴブ使って、まあ。天才がね、プランニングをする上で、ここもすごい穴が開いてるね。組み立てやすいからね。ジャイアント、ジャイアントで、バネトラップのチェックとかもしてさ、アイゴレなんですけど、ちょっとここはずれてしまう。結果的にはクロスと投石のターゲットを取ってくれてるので、まあ、ターゲット取りとしては機能してるんだけど、フリーズ効果としてはちょっと微妙な感じになっちゃったね。クイーンはクローク使わされ、まあここはそうですね、クロスボウ2機からの攻撃があったのでフリーズ一発使ったところでどっちかのクロスの攻撃はね受けちゃうので、先にクロークを使ってクロスを折った後にフリーズが、うん、ベビドラー、ここはバルーンが通ってないのでホーミングあったら死ぬとこだけど通っていく、通ったら勝ち。さあここからラバルパートスタートしていきます。で追加のしっかり回収ガーゴイルもタンクに当てつつラバルパートスタートですね。今のもねインビジブルが持ってきてない編成なのでクロークから入るっていう判断も大事でしたね。さあラバストライカー一機のトームの構え、ここでかけていく。ポイズンタワーの方も走り抜けたラバハウンドが最初に取ってくれてますね。あとは終点なんだけど、終点のケアにドリルが走ってきましたね。マルチ IT とマルチ AT とね、結構ラバルからするとだるい防衛施設残ってて、ここをケアするドリル。ロイちゃんもラバルと一緒に内側入ってるのか。ここは割れていきまして、EAT が出てくるところ。兵器そのものの突破力としては
ボムター1個しか壊せなかったので、まあドリル、まあ結果的にね、いいところに持っていけてるんだけど、どうなんだろうね。ロイヤルチャンピオンは、走る形、ヘイストグ3。ラバルだとこっちの方が、なんか強そうな印象は個人的には受けてます。さあ、ニョロメクイヒーラバル。3時下からクイーン置いてシューター使っていきます。さあ、ホーミングチェックバルーンから援軍が出てくるところ、バーバリアンも使って、これはアイゴレも釣りに行きたいというような、いいアイゴレ、いいバーバリアンでしたね。ただそうすると迫撃のターゲットもね、拾わなきゃいけないので、うん、まあもう一本の迫撃はそこまでケアしなくていいって感じかな。で、金凍ったら、そうですね。隣のところをウォールブレーカーつけていく。で、反対6時の方も穴開け。こっちはキング、もしくはウォールブレーカーを内側に入れるようだと思いますが、まあ基本開けたならキングも入れるかな。で、つなぐかな。つないでつないでが一般的かな。もうここからウォールブレーカーミスれないですね。さあ、反対サイドの対地クロスをクイーンに入れないようにキングでターゲット取って、でホーミングチェックバルーンもインタイミング奥の方までスライドする。でちょっと残ったところベビードラゴン回収、ウォールブレーカーつないでいきましたね。長弾大砲あるんでね、ウォールブレーカー結構難しいタイミングになっちゃうんですけど、溜めていきたいですね。ここは早く開ける必要ないからね。ここはそうはインビジブルかけたので、それに乗じてウォールブレーカー差し込んでいく。いいタイミング、完璧だね。上段大砲の方も2本これでスムーズに折れて、あとはインビジブルターンにフリーズを打つか打たないかの判断するだけって感じかな。まあ基本は打った方がいいかなと思いますが、ホーミングチェック、ホーミングチェックじゃない、ホグライダーしっかり差し込んでシューターの方も目、まあ、フリーズ入れたいかな、ここは。うん。で、あとはラバルパートというところ。まあここまでね、クイヒーしっかり伸ばすことができたので、まあもう目をね、見なくていいということで。で、クイーンのところもしっかりストライカーさせてますね、偉い。テスラが出てるよ。ヘイスト一気のトーム。ここはマルチ IT じゃないや、AT がね、2本あるところ、ポイズンターンもあるというところで、まあ、トーム絶対入れていきたいところだったという感じですね。黒く打ってもいいかな、ここ。さあ、エアスイーパー、マルチ IT とかね、この辺はね、クイーンでしか折れないので、まあ、早めに折るメリットがあるので、黒くを打ってもいいかなという判断。うん、ナイス、黒く。あとはレイジフリーズも余ってる余裕の展開ですね。ナイス。バルーンも8体残ってますね。クイラバも使いこなすとめちゃくちゃ強い。まあ、クイヒの難易度がね、クイヒルートライダーよりも要求されるものが高くなっちゃうんですけど、余裕の全開ですね。またガククイヒルートライダー。ガクのルートライダーは1体ね、他の人より少ないですね。突撃艦投げ込んでいきつつ、早めのレイジ。タウンホール起動しないように手前で落としていきましたね。クロスボウのところまでしっかりこれは伸ばしていって、援軍も全部釣っていく。短起動もこれは大丈夫そうですね。おお、大凍れた。美味しい、それ。で、ポイズン打って、ちょっとモノリスが当たるの嫌ですね、これ。うん。慌てて、いろいろリカバリしていきます。まあ、モノリス以外のターゲットがほとんど消えたので、落ち着いてここはダメージコントロールができますね。で、外周部もスニゴブカット入れてクイーンが入って、うん、火力も結構高かったんだけど、序盤の呪文だけで済みましたね。で、フローズンアローがついてるので、ここは少し余裕を持ったクイーンの展開をしていって、かなり奥のところにレイジを打ってきました。まあ、次の防衛施設とかを殴る時のためにって感じですかね。ここからルートライダーしっかりかけて、もう、ユニットね、しっかり防衛施設をピンポイントで、浮いた施設とかもたぎらせていく。で、ポイズンタワー入る、ここはまだ耐えていく。クイーンクロークしつつ、うん、いいトームですね。で、外周残ったところホグとか使ってサポートしていきつつ、反対サイド3時の方はレイジインビジブルで、クイーンの方はまだ延命して、これシングル IT 壁越し打てちゃうのか、美味しすぎるな。
これはもう最強状況ができちゃいましたね。ウォルブレイカー4枚持ってきてるんですけど、普段の編成という形、ガゴとかあるとね、こちら辺回収強いところだったかもね。スケルトン置きつつ、キングの方もフィスト使って、バルーンも2体余ってるところ、フリーズもラスト、クイーンの延命だけに豪華なフリーズ2枚ですね。ここも壁越し打てちゃう。あとは6時の方のアーチャーターがちょっと残りそうなので、そっちにバルーンを割いていきました。ボールブレーカーが裏からドカドカやってくる。オグライダーを生み出していって、こちらも1717ということで、なんか18いかないってことはきっとなんか効率的な問題があるんだろうな。レイジも結構みんな17で止めてるもんね。ジャイアントガットレットは23レベル。でもこれサブ赤か。すごいな、サブもしっかり上がってる。さあ本日ラスト、スミス61天才ラバルです。どこだ？テスラチェックからシューターが9時登場で、クエイク入れて対地クロスのところを追っていく。シューターを生かすためのシューター、天才ですね。どこだ ?3 時の方にキングウォールブレーカー入れて、そしたらイーグルクイーンなのかな、うん。その通り。アイゴルでしっかりクロスボウのターゲット拾いつつ、ベビードラサイドカット、ウォールブレーカーも入れそうだけど、まだ出さないんだ。いいアイゴレ。めっちゃいいアイゴレ、それ。ここフィスト使って頑張れ。シングルうざい。外れていく。まあ泣いてるからいい。ああクイーン、クイーンそりゃないぜ。反対いっちゃいましたね。イーグル砲がイーグルクロスをね、下の方クイーン折る目的だったと思うんですけど、ちょっとずれてロイちゃんに反応したのかな、入っちゃったって感じですね。ラバルパートはスタートしていきます。シューターが、これはアーチャーによってやられちゃいそうですね。うん。まあ中身はイエティで処理ができそうというところ。アイゴレも出てきて、ちょっとカオスな展開。タウンホールの方にもバルーンが寄らない。カオスな展開、カオスな展開。もう一回フリーズ打つかどうかでしたが、ここはもうトームで一気に入れてきましたね。トームから遅れてやってくるバルーンにレイジを合わせて、しっかりタウンホール突破。クイーンが残したイーグル区画もちょっと残っちゃってますね。ロイちゃんも、うん、ドカンと真ん中通していくような使い方したので、アイゴレに捕まりつつ、裏に出せるユニットはいないので、あとはバルーンの数で合流をしていくしかないところですね。フリーズまで打って対空砲が折れたので、どうだ、クロスボウ乗り切れるか。これもまたよく取ったな。ディギーついたことでクロスボ止めつつ、あとは細かいユニットとかも合流しで進んでくる感じで、綺麗にね、クイーンが残したとこだけ残ってますね。まあ、イエティボムが入って、むしろイエティ壁殴るだけだから、死んでミニイエティになった方が強いというね。巨爆ヒット、赤爆とかあったらね、ガーゴイルとかも蹴散らされるとこなんですけど、ウォーデンがどっちにしろ死なないですね。最後回収しての前回ガーサス。はい、というわけでね、終わりまして、41対35、まあ、13前回、いい展開だったかなと思います。クランリーグも残り2日分ですかね。今日はね、ヒーローを使わないで、ウォーデン以外使わないで全開っていうすごいアタックがありましたね。ライドラッシュだったんですけど、カズマくんから。まあ、あとはね、61秒での全開とかがね、前回確かあったかな。まあ、かなりね、レベルの高いアタックをね、何本も見せてもらえてるというところでね、すごい貴重な、あれですね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。また次回お会いしましょう。さよなら。